抜き頭矢の頭頃元は、衣服の分類の一つ。中央にうがたれた穴から頭を出して着る、ごく単純な構成の衣装である。着脱は容易であるが、被服性に劣るため、多くの場合該当として用いられる。比較、樹皮、フェルトなどに向くが、頭を通す穴からのほつれがある織物、編み物などには、基本的には不向き。 腕を通す穴を残して、脇を縫ったものを筒型衣と呼び、代表的なものには古代イギリシャのチュニックなどが挙げられる。南米の民族衣装、台湾の北部産地先住民の硬い、日本の地葉屋などが代表例。三国志、義書東遺伝中の和人城より、三世紀末の日本の民衆は、抜き頭衣を着用していたとされている。これは、 本庁のように一枚の布を二つ折りにし中央に頭を通す穴をうがったものと解釈されている。しかし、この説には反論もある。当時の食器で折ることができる布の幅は折り手の腰の幅までで体の側面は完全に覆うことが難しい。また、布に穴を開けるとそこからほぐれができて長期の使用に耐えないというのが主な理由である。 そこで、布を2枚縫い合わせて、頭と腕を出す穴の身縫い残したミニノの衣装だったのではないかと主張されている。少なくとも、平安時代以降の千葉やと、台湾の包囲はミニノである。多くの牧畜文化圏では、穴の縁の処理をしなくても良いフェルトで作られる。また、スペインでは、異端新門に問われ、異端とされたものが懲罰として着せられた服が、 抜き頭衣と同様の形状をしていた。ありがとうございます。